変わった変わった全然変わった。あ、電車っぽくなった。うおら、みんな元気？今日はこれ、マスコンでいろんな電車を走らせます。今日走らせるのは北海道新幹線と輝きと中央線と京成スカイライナー。マスコンにはいろんなものがあって、あの北海道新幹線と普通の新幹線と特急と通勤電車。まず北海道新幹線からやります。を押して、駅がどんどん変わるから今東京からスタートです。ここを押してみます。あ、人が乗ってる。ここだね。まもなく1番線から列車が発車します。ここ押すんだね。出発進行。おー、すごい。運転席。うん。75キロ。プラレールをご利用くださいましてありがとうございます。この列車ははやぶさ号新函館北斗行きです。これが運転席だね。じゃあスピード、これスピードメーターだ。これがスーパーエクスプレス bound for 新函館北斗。これがスピード。じゃあ速くしてみましょう。今75キロ。スピードメーターが2つある。一気に300キロ。300キロ出すよ。300キロ。じゃあここで止めます。ぴったり。上野駅です。上野まで行っていっちゃったね。一気に早いね、上野。あ、ひーくんだ。大ちゃん。次の停車駅は大宮です。最高速度320キロって書いてある。スピードメーターいっぱいある。これが分かんない。不明。これ3個もスピードメーターついてるんだ。これは時間かな、時計、それともメーター。次は普通の新幹線に入れ替えます。まずシャーシを取ります。普通の新幹線は運転席はやぶさと違うのかな。でこれをこっちにつけます。こうはやぶさの方のシャーシ。普通の新幹線を選びます。同じだね、同じ輝きだね。東京駅から出発だ。出発だ。おうおうおう、変わったね。さっきと変わったね。あ、消えた。あ、変わったね。変わったね、映像が。出発進行。変わったねえぞ。お、中も変わったよ。ほら、結構変わった。さあ、最高速300キロ。ちょっとですね。メーターがでかくなった。
ゆっくりだと50キロになる。本日もプラレールをご利用くださいましてありがとうございます。早くすると何キロになる。この新幹線は行ってみよう。北海道の行き。お、250キロ。はやぶさは最高速で320キロで、それでこれは最高速300キロです。メーターは最高250キロみたい。自由席は1号車、2号車です。本当だったね。300キロ。0キロになりました。埼玉の駅です。埼玉の駅。加トちゃん帰ってきました。ただいま。まもなく栃木の駅。栃木です。マッコにネタが来る。早いね、おさんたち。早い。遅い。早い、遅い。早い、遅い。自由席は1号車、2号車です。じゃあ次は栃木の駅です。中華です。中華です。次は止まるです。あ、違うと福島の駅です。福島だな。そこにある。イチャプルーン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 。好き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 。好都会の駅。あれ、東京じゃない。東京なの。東京のない駅。まあ東京も都会できる。都会の駅ゲロおばさんが2すぐやっちゃうんだよ。ちゃんと待って。お、変わったね。出発進行。さあ、運転席はどうなってんの。おう、どうなってんのか。お、最高速。最高。160キロになっています。どうしよう。この特急電車。出た。普通の電車、遠くなってる。特急。おお、いい感じで止まった。よし、よし、よし。地下の駅です。出発進行。おー、フライトチーケー。次はセンター西駅です。あ、いいね。マナーボードセンター西駅です。センター西駅。おてっちゃん、だいちゃん、お兄さんは消えた。やっ。お、うん。不思議っ子だ。次は新都心駅です。違う。すごい加速だな。次は通勤電車。通勤のマークをポチッと。ポチッと。お、変わった変わった全然。と、あ、電車っぽくなった。中央線っぽくなった。ここね、うん、中央線だね、まさにこれ。うん、ねえ、まもなく一番桜の列車が発車します。中央線だね、まさに。さあ、どんな運転席はどうなっているんでしょうか。さあ、どうなっているか楽しみだね。出発進行。さあ、どうだ。中央線の運転席っぽくなった。ことだ。イエイ。お、早くか。
行きです。あれがなくなったね、メーターが。今デジタルメーターがなくなったね。お客様にお願いします。車にあるような優先席付近では携帯電話の電源をお切りください。早くするとどうなるか。80キロしか出ないの。このシュートって、電車は自己同士のため、先行や手すりにお伝えください。お次、カトちゃん、カット、カット、高原の駅です。高原の駅、高原か。お兄さんは先頭です。次からは次。です。サッカースタジアム駅です。それじゃあみんなも遊んでみてね。カトチャンネルまた見てね。早いよ早いよ。あーよ。なんだろうこれ。気温じゃないよね、絶対。雪かいつけ。気温じゃないよね。気温だ。気温だったらやばいよ。こんなに顔がすっぱり。